じゃあこんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、はい、ゲストです。野村ひろしさんです。あんまりゲストと思ってないですけどね。いや、俺も思ってない。そうでしょ。あのプロ野球ニュースでもそうですし、プライベートでも、はい、まあ同じチームでやってたしね。そうですよね。僕の師匠です。本当ですか。呼ぶとき師匠って呼ぶの。そうなんだ。いや、なんと言っても、はい、この YouTube の最初のゲスト、はい、ありがとうございます。いや、あの時はもう再生回数とかある程度、何にもないです。何にもないです。だから僕も分からんで出てました。あ、そうだったんですね。そうそうそう。5年、4、5年になるでしょ。そうそうそう。そこからまた時を経て、今人気 YouTuber になりました。いや、そうは思ってないよ。じじい何やってんだみたいな感じで。結論言ってくれました。そういうこと、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 そういうことです。いや、もうそろそろ始めるからね。いや、絶対やらないです、ね、いや、絶対やらない。やらない。それなんで？はっきり言いますよ。うん、めんどくさいです。出ます。あ、どうぞどうぞ。おかんですわ。いいんですわ。おかん、いいんです。いいんです。すいません。おかんから出ます。というわけで、ハプニングもありつつ、はいはい、すいません。今日はこのね、ゲストに野村さん、そして、なぜ呼んだか。そうです。ね、プロ野球ニュースです、はい。今年を振り返ろう、ダイソー決算。そう。お送りします。先にやっちゃうんですか。何？プロ野球ニュースより。いやらしいっすね。いやらしいわ。そこいやらしい。豊さん、おかしくないわ。違う違う、それを出すタイミングは分かんない。まだ編集に時間かかる。いやいや、先出す、先出す。先やれって言うでしょ。いや、豊さん顔赤いっすもん。だいたい目がキョロキョロしてるでしょ。そう、あら、プロ野球ニュースより先出しちゃうぞっていう。やっちゃう、やっちゃうね、豊さん。最近さ、目が半分しか開いてないって言われるんだけど、そう。うん、そうです。そうですね、ちょっと。これが普通だっていう。あ、そうですね。それは逆に気持ち悪いじゃん。そうですね。それ気持ち悪いです。相変わらずちっちゃい。もう鍵穴から覗いてるのってよく言われる。鍵穴ね。鍵穴から覗いてる。笑ってるけど、そう思ってる？いや、思ってないです。思ってない。あ、私、あの、実際の方がイケメンですごく細いなって。いや、でも横から見たら、はい、凹凸ないんだよ。そーんと落ちて、鼻が低いし。いや、そう、あのね、ピョン吉って言われたんですよ。あ、そうなんですか。ピョン吉って T シャツに書いてある。あ、はいはい、あの凹凸のない平面ってことです。そうそうそう。お前凹凸ありすぎんじゃないの。大丈夫か。大丈夫です。今日もあの、はい、ボリューム満点でお送りしたいと思います。はい、もう終わっていいんじゃないですか。もういいじゃない。もう十分ですよ。取れ高バッチリでしょ。まだダメ。これはあの、つかみとしては最高のつかみ。そうですよね。そうですよね。じゃあ、本家本元プロ野球ニュースに、ね、早く。はい、今年のおさらいということで。ちょっと待って、はい、それあの喧嘩売るような言い方やめろ。だから今言った早くでしょ。ほら、ほら、そうじゃ、そうじゃ、プロ野球ニュースを先に出すんでしょ。喧嘩は売らないから。そう、喧嘩、そうですね、はい、あの、いい。ただ、ただ一人より二人の方が説得力があるんじゃないかという。そうですよね。そう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 。俺がこう言ってもさ、はい、お前よく見てねえなとか書かれちゃうから。コメント辛辣ですからね。辛辣だ。そうなんですよ。でもそこに野村さんが加わっていただければ、あ、やっぱりそう、信憑性が高くなる。あとは編集のこれだよな。あ、そう、腕ですね。あ、そういえば、あ、こういう選手もいたなみたいな言ったら、あれ、スタッフが声かけたからね。よく見てるんだよ。まあ見てる人はそうです。見てるんだよ。すごいですね。再生も巻き戻したらすぐ見れるし。そう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 。そうですよね。あれスローで再生できるからね。速度変えて。あ、そうですよ。多分早送りで見てると思う。まあ 1.5 倍速ぐらいで見てる。だから早く早く話すじゃいいんだよ。なんか下回ってるんだよ。回ってないです。回ってないです。大丈夫ですか。早く喋ると倍速にできないんだよ、はい、だから何言ってるか分かんなくなっちゃう。だからね、標準で。今一生懸命早く喋ってるけど。そうそうそう。ジジイだね。まあまあ言えないですけれどもね。伊藤さん64。伊藤さん53です。11個下なんで。そうなんです。そうなんですね、はい、最初にさ、俺がポルシェ乗ってたの。おお。そしたら乗せてやったらさ、伊藤さん、僕もポルシェ乗れるように頑張りますって。そう、俺が思ったんだ、これがプロ野球選手だと思った。その頃は何乗ってらっしゃったんですか。乗ってるわけないじゃん、入団で。高校生の坊主だったから。高校生、じゃあ一番最初に買ったのは何だったんですか。フェアリーゼットスポーツカーですね。はい、おー、突っ込んで事故しなかった。してないですよ。あれは、あれはシゲですよ。ひどい。その助手席に僕乗ってて。大丈夫だったんですか。大丈夫じゃねえよ。フロントガラスこんなになってる。当時シートベルトもしちゃいねえから。病院行きじゃないですか。行ってないですよ。で、こっから血たらー流しながら、はい、ちょっと教師ビンビン物語が見たくて。トシちゃんも、うん、はい、それに遅れるっつって、はい、血流しながら寮帰ったの覚えてます。走って。で、教師ビンビン物語見てから、はい、お風呂入って流して、はい、そしたらさ、犯人はさ、現場に現れるって言うじゃん。言います。だから俺言ったんだよ、うん、ちゃんと生かすから、うん、しかるべき人間をそこに、うん、で、それでちゃんとしてもらうようにするからって言った、はい、バカだから。
行って君たちの車だろうとか言われたら、うん、はい、そうですって言って正直違うって言ってシゲと2人でね、まあ、でも自転車で2人乗りしてまたシゲもさ、僕の車はどこかなとかって自転車行って懐中電灯でピャッと照らされた。ああ来ると思ったんでしょうね。ああまんまと罠にはまった2人です。ああまったはまったはまりあげたってもうあの30年前の話だからね。まあそうですね、まあまあ34年ですから、まあね、そうですね、もう今シートベルトしてる、まあ、時効だから、時効、そうですね、当たり前だよ、今はシートベルトしてる問題だね。そうですね、血流したらちゃんと病院にね、はい、皆さんは行ってください。ちゃんとしましょうね。結構事故したら、うん、すぐあの GPS で通報が行くようになってるから、はい、今の車って。あ、そうなんですね、うん、いや、お前の車だってなってるよ。いや、事故したことがない。で、こうやってお前って言うとさ、何お前って呼んでんの森藤じゃあ、それは失礼ですよ。ありがとうございます。で、まあ、一人で温まったところで、はい、温まりすぎたな。そうですね、ところで、はい、じゃあ今年の、はい、振り返りというものをしていきたいんですけれども、はい、ちょっとどうですか、プロ野球全体的、まあ、総括としてその個々のチームに行く前に今年ってどんなシーズンだったなというふうにお二人思ってます？まあ、あの昨年はオリンピックもあったじゃないですか、うん、でまだ入場制限とかもあったじゃないですか。なんか今年なんかやっとこう例年通りとまで言いませんけど、まだ声は出せないですけど、はい、お客さんも入ってなんか例年通りの流れでやれたんじゃないかなっていうふうに感じましたよ、全体的に言うと。まあ通常のプロ野球が戻りつつあるなっていうのは感じた1年でしたね。まあ、俺は投高打低だったなっていう、やっぱピッチャーの記録がやたらめだった。ノーヒットノーランとか完全試合もあったし、だから防御率も軒並みいいしさ、うん、ちょっと投高打低でバッター頑張るよって言ったところで村上があんな活躍したから、はい、とてつもない人間が現れたなっていう、うん、世代がこう変わった年かなっていう、 そんな感じがするよね。うん、まあ、王者の企画もいたんだもんね。ああ昔は抜けなかったから。どうしてですか？巨人は徹底して歩かすとか抜かせないように。だからもうそういう時代じゃなくなったからさ、勝負はしていったけどさ、はい、5打席連続ホームランなんて感覚どうなんかな5打席連続ヒットが打てないやつ何人いるんだってね。5回連続でヒット打ったことないやつもいるわけだから。それはホームランですか、ね、全部ホームランですか。それはすごいですよ。すごいですよね。それもプロの世界でね。あだから全部プレッシャーのかかってるところをあれ超えてきたでしょ、うん、全部、はい、村上は55本で止まったのが最終打席でな。だけどあの55からのあの境地ってどうなんでしょうね。本人にしか分かんないでしょ。56号打つまでちょっと時間かかったじゃないですか。俺も分からんよね。村上にしか分からんですよね。分からんよ。バッターとしてのどうなんだろうって、うん、やっぱ意識がもうそこにしかなかったんだろうな。それも最終打席で。いやだけどさ、村上の中では三冠王も取りたいし、まあ最終打席の時はもう首位打者も決まってたからよかったけど、途中まで決まってるわけじゃないじゃない。だからその打率も守らなきゃいけない、ホームランも打たなきゃいけない。ほら大変だったと思うよ。優勝もまあ決まってるとはいえね、あそれはやっぱり長かったでしょうね。あの長かったし、いやもう本当村上毎年ああいうシーズンだったら頭はげるよ。三河さんでもそういうシーズン送ってたからちょっとその気味なんでしょ。そうなんだ、いや気味ですよね。ハゲとは言わないです。気味気味だけど光の関係です。いや光の関係が目が泳いでるよ。光の関係そうそう、ちょっとそこはちょっと抑えた方がいいんじゃないの。脱ぐ時はエレベーターで降りると最近カメラついてるじゃん、はい、あそこからここを映すんだよね。後頭部映ります。後頭部じゃない、てっぺんが映るんだよ。これはなんか嫌だな。嫌ですか。まあいいや、そんな話ならどうでもいいんだよ。まあだから打者では村上選手が、まあ、記録を踏むで、ピッチャーで言えばもういろんな投手がノーヒットノーランを5人ですからね。こんなに達成したことない、ね、相手が全部パなんですよね。まあそうだな、まあ、この辺になんかちょっとありますよね。まあパ・リーグは全体的に言えば新陳代謝してるね、若手に、はい、野手が、はい、だから経験不足がノーヒットノーランを招いたりとか、まあ、そういうことになってると思う。だから要所をフォアボールにしてあと抑えていくっていう、そしたらノーヒットノーランが達成できると思う、うんうん、あとねやっぱ背の方がどっちかっていうと束になってかかりそうじゃないですか。徹底してこっち打つとか、なんかパ・リーグの方がオレオレじゃないですけどバッター個々の能力は高いかもしれないですけど、そうそうそう、チーム全体でこうピッチャーをやっつけにいかないイメージなんですよ。ああだから、うん、だからそうでしょ、うん、だから背の方がやっぱりノーヒットノーラン出にくいんじゃないかなっていう、僕の勝手な想像。いやまあそれはあるあるでしょ、うん、それはパ・リーグは個々の力、
ね、そんな制約は設けないよ、とにかく行けみたいな、うん、だから能力は高いけど、じゃあハマるとやられちゃう、やられちゃうな、それが原因っていうのもなんか、まああるな、ゼロではないですよね、あるある、ね、十分あると思う、うん、じゃあお二人が考える、例えばセバ投手でいいんですけれども、今年のもうベスト投手、ベスト野手お一人ずつ挙げていただくと、お前そんなやむな質問すんなよお前笑われちゃうよお前、いやいや気になります、それ村上と山本に決まってるんだよ、もうその2人なんですね、以外にない誰かいるか、いない、うん、ずっと俺とプロ野球こう関連仕事してきて誰か名前出すか、なんか突拍子もない選手が出てるのかなとか、大勢はよくやったなと思いましたね、あーまあ、うん、37セーブ、しかもチームがああいう状況なんで、うん、で比較的こう3連投までさせなかったし、2連投で間を空けてたじゃないですか、まあ、そこもまあベンチ我慢したのも、でもそれやってたら多分40超えてますね、あただ来年再来年がどうなるか分からんということで、それでも37セーブって立派だと思いますよ、じゃあ村さんはその湯浅投手とその大勢投手だとどっちですか、あ、まあ、と大勢投手取りましたけれども、うん、湯浅にも取らせてやりたかったですけどね、今年特別賞なかった、そうです、はい、まあ、ホールドのタイトルは取ったんですけど、でも去年お前 5人特別賞だぞお前、なんで今年1人でよかったのに特別賞ないんだみたいな、去年批判でこの YouTube の影響がね、そう、それあるんでしょうね、あるのかな、絶対ゼロではないでしょう、そう、でも湯浅やっぱり湯浅好きだね、ゼロではないけど、うん、ゼロではないただ100までいくのか10までいくのか、まあね、まあ、それはご想像にお任せできるじゃないですか、全くないってことはないじゃないですか、湯浅投手もいいピッチャーですね、そうですね、うん、彼4年目でしたぐらいですね、確か、まあでも来年から抑えてるね、そう、最悪が待ってる、うん、ね、そうですね、じゃあもうそこはもう、ね、村上選手と山本投手というところで、いやそれ他言ったらお前野球見てないってまた書かれちゃう、いや書かれちゃう、そうですね、では、はい、ここからは、はい、チームごとに、はい、振り返っていきたいと思います、はい、でセリーグ、はい、まずは優勝したセリーグで優勝したヤクルト、今シーズン